はい、それでは文献紹介でこちらのタイトルについて発表いたします。今回発表する論文は EMNLP のワークショップで発表されている論文になります。アブストラクトです。近年の対話システムの応答生成の研究において多様性というものが重要視されてきています。またこの応答生成に使われるモデルとしてセクトゥセクモデルが効果的で、近年はよく使われています。ただこのセクトゥセクモデルの応答というのは多様性が低いという問題があります。でこの本論文ではこの問題に対する既存研究を調査し、先生これちょっと特定したって書き方をしているんですけども、ちょっと後で修正するんですが、低多様性の原因である原因と考えられるものを考察して、それに対するアプローチというものを提案 しています。イントロダクションです。セクトゥセックモデルっていうのは、先ほども言って、セクトゥセックモデルは、この応答生成以外のものでもさまざまな翻訳などのタスクにおいて有効であるとされていて、幅広く使われています。また流暢な文を生成するため、応答生成においても有効であるということが、ビンエルズラの研究によって、証明されています。しかし、先ほども言ったようにセクトゥセクモデルの応答というものは、応答の多様性というものは非常に低く、例えば今 I don't know だったり、I'm sorry だったりといったような、応答というものを、多くしてしまうという問題があります。そこで、近年ではこの低多様性な問題に対する研究というものが行われています。元論文だったりと、この後にセクトゥセックについての説明があるんですが、ちょっと今回は省略して、いきなり低多様性の話について話していきます。低多様性に関係するとされている要素が、これまでの研究で3つ挙げられてきています。1つがラックオブバリアビリティと、インプロパーオブジェクティブファンクション、とウィークコンディショナルシグナルということで、この3つというものが挙げられてきました。筆者らはここのさらに、モデルオーバーコンフィデンスというものが関係していると考えています。でこれから、この4つの項目について、どういう問題かということと、それに対する、研究アプローチというものを説明していきます。まずラックオブバリアビリティというものです。セクトゥセックモデルは、応答と文脈間のバリアビリティが低いというふうに、これまでの研究で考えられてきました。でこれを解決するために、変分応答エンコーダー VAE を用いて、このラックオブバリアビリティを解決しようという研究があります。具体的には、生成時に、VAE の潜在変数 Z をデコーダーの条件付き信号というふうな形で使用するということに形になります。これによって、応答の多様性を得ることができるんですが、その多様性というものはこの VAE の潜在変数の Z の、ランダムさとかに依存するという問題があります。次に、インプロパーオブジェクティブファンクションということで、既存の目的関数が、低多様性の原因であるというふうに考えられる研究になります。これに対して、リーラは、最大相互情報量 MMI というものを目的関数とするというふうに提案しています。こちらの式が、その MMI の式になります。でラムダとガンマというものがハイパーパラメータで、ログ P の XY とかログ PY が言語モデルで、ログ P の YX が逆モデル、言語モデルのと、入力と出力を逆にして学習させる逆モデルになります。でただこれによっても多様性を獲得することは可能なんですが、逆モデルというものを学習させる必要があるので学習時間が増えるという欠点があります。で次に、ウィークコンディショナルシグナルということで、セクトゥセックに用いられているアテンションの部分に着目しているポイントになります。アテンションというものは基本的に入力信号を強める働きがあり、応答生成の改善に役立つというふうに考えられています。ただこのアテンションが、信号の弱い、あまり重要じゃない部分に焦点を当ててしまって、多様性を引き起こしている可能性があるというふうに、考えられます。そこで、タオラは、マルチヘッドアテンションというものをその既存のアテンションの代わりに、セクツセックに用いることで、複数の、候補を出してさまざまな側面にこうアテンションを当てた、出力を出して、多様性というものを獲得するという研究を行いました。はい、で最後に、
筆者らが、要因の一つとして提案したモデルオーバーコンフィデンスというものについてです。まあ、会話のモデリングというものは、入力シークエンスから出力シークエンスのマッピングとして考えられるというふうに筆者らが述べています。でこの時このシークエンスレベルの分布とトークンレベルの分布というのは直接の関係があり、あるためデコーダー側で生成されたトークンレベルというものがこの低多様性の原因になっているんじゃないかと仮定しています。はい、具体的にその、こちらがその入力されたシークエンスでそのプロバビリティがどんどん時間ステップで減少するっていうのを図に表したものになります。このように時間ステップが増加するとどんどん入力のシークエンス影響というものが弱まっていきます。そしてトークンレベルの分布の方にで生じた問題なのがその入力のシークエンスの影響が弱まるためにどんどんトークンレベルのデコーダーのトークンレベルの分布の問題が後続の出力にどんどん与える影響というものが大きくなってきます。これによって、最後の方の、いくつかのトークンが低品質なトークンとなってしまってさらにそれを繰り返してしまうことによって、低多様性な音を出してしまうのではないかというふうに筆者らは考えています。それがオーバーコンフィデンスというものになってこのオーバーコンフィデンスは、科学者の兆候である場合が多いというふうに多くその科学習を解決するための考え方としてエントロピーを最大化させてモデルを正規化するというものがあります。そこでトレーニング中に負の対数誘導損失関数に追加するコンフィデンスペナルティというものを過去に既存研究に提案されているものを使えば解決できるんじゃないかというふうに筆者らは述べています。でこのコンフィデンスペナルティというものはラベルスムーシングにも密接に関係しているためこの2つコンフィデンスペナルティとラベルスムーシングを用いることで多様性を得られる可能性があるというふうに筆者らは述べています。ただこの論文ではあくまでもその提案までに終わっていてそれを実証というところの形まではいっていません。はい、コンクルージョンです。応答生成における低多様性の問題について調査した論文になります。で既存研究で提案された低多様性問題の要因やアプローチについて、再検討しています。また、コンフィデンスペナルティやラベルスムーシングというものがこの低多様性問題の解決策になるのではないかというふうに筆者らは考えました。またこの低多様性問題の4つの要因に対するそれぞれのアプローチをどれか単一だけ使うのではなくて複数を組み合わせることでアプローチを考えていくべきだというふうに筆者らは述べています。以上で終わりにいたします。